これちょっと出していいかな。はい。でね、今日だけだったら全然いいんですけど、この一週間ずっと毎日毎日運動会を繰り広げてるんです。で、私基本的に編集するのが夜中とかなので、起きてることが多いんですけど、もうさ、どうしようと思って。で、ちょっと今回思ったのが、せっかくなんで、隣人の夜の大運動会を実況解説していこうと思います。隣人は果たしてどのような種目を繰り広げていくのかっていうのを今回は皆さんにお伝えできたらなと思います。もうね、いやもうさ、ほんとちょっと今も聞こえてるんだけど、みんな聞こえるかな。なんか今女性の声が聞こえてて、ほら聞こえた今。集中できないよ。まずじゃあ今の状況を説明すると、開始今でね、まあ、30分ぐらいかなって思うんですよ。最初結構女性の声が多く聞こえてて、で今ねちょっと静かになったのね。だから多分ね、次は女性のターンになって、今種目的に玉転がしかなって思うんですよね。なのでちょっと今は静かになった。ちょっとこれから編集やりつつ、動きがあれば皆さんに都度お伝えしていきます。ちょっと待って、やばい、また聞こえ出しちゃって、なになに、次組体操始まっちゃう。ちょっと待って、また女性の声が聞こえ出したぞ。今の状況、女性のターン、男性のターンで、また女性のターン来た。聞こえた。待って、どういう状況。ちょっと聞ちょっとなんか、耳をさ、壁に当ててる自分が嫌だわ、そもそも。これさ、結構長めの運動会パターンだってさ、私が撮り始めた時30分経ってて、それからも結構時間経ってるから、50分ちょっとぐらいは準備体操してますね。もうだいぶ体ほぐれたんじゃないかなって思うので、ちょっと今日のメインテーマである組体操にそろそろ移ってもらえないですかね。ということで、もうちょい待ちましょう。やばい、始まったかもしれない。今日のラストスパート、組体操。ようやく、はい、突入したようです。はい、もうこれはね、ですね。さっきまでは声しか聞こえなかったんだけど、まあ、ラストスパートってなると、まあ、ベッドきしむよね。すんごい。ほら、聞こえた？ベッド超きしんでんの。しかもさ、なんか壁に当たってんのかわかんないんですけど、こういう頭をさ、壁に打ち付けた時の音あるじゃないですか。あれがちょいちょい聞こえてる。大丈夫そっち？激しいなぁ。多分年齢的には、私と同じくらいの年のね、方が住んでるんですよ。おー、すごい激しい。でも声って聞こえるのか。テレビとか見ててもそんな聞こえないんだけどな、窓閉めてたらね。ワンチャン外でやってる説、まあ、それはまあさすがに冬だからないか。これさ、私はさ、どういう心境でさ編集してればいいの今後。もう私が生活変えるしかないか。夜型から昼型に戻るきっかけがこの隣人の夜の大運動会だったということで、それもありか。あ、ちょっと静かになった。もしかして、行った？いや、ワンチャンでも休憩の可能性もあるから、もうちょい張り込もう。まさかな、こういうの本当にあると思わなかったな。アニメとかさ、漫画ではさ、そういうの見たことあったけど、まさか本当に自分がそれを体験できるとは。ちょっと嬉しい。まあでも、
仕方ないか。あ、待って、また聞こえてきた。やっぱあれ、休憩か。ちょっと休憩時間必要。タイム。ああ、なるほどね。そこまでじゃあちょっと早い気ではなかったということですね。なるほど。結構その凄めな方が隣には住んでるんだろうな。激しすぎ。もうちょっと待つか。まあ、あと、まあ、15分ぐらいで終わるかな。私はいつまでこれを BGM にしながら作業をするんだい。まあまあいいや、ちょっと気長に待ちましょう。いや、さすがにさ、なんかこうリアルすぎてすごいよね。時間帯によってはさ、ちょっとこっちまでさ、ちょっとね、こうなっちゃう、本当に。だから、本当勘弁してください。お願いします。もうちょっと作業しつつ待ちます。お、なんか、静かになったな。終わったかな？なんかちょっと静かになったかも。これ、運動会終わった。最終確認します。これは終わったっぽい。本当に一気にシーンってした。はあ、ようやく本日の運動会が終了したようです。お疲れ様でした。ということでね、今回は私が急にね、今カメラ回して、まあ皆さんにもね、一度、もう一週間ね、ずっとこの状態が続いている私のその状況を、まあ皆さんと一緒に体験まあしたいかしたくないかわかんないけど、お伝えできたらと思って、ちょっと動画にしてみました。え、みんなこんな経験ありますか？隣人が、ん？怪しいぞ、みたいな時って。はい、ということで、今回の動画が、ちょっとでも面白かったとか、こういうのもっと見たいっていう方がいれば、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。いや、それにしてもすごかったな。ごちそうさまです。